で、ここからこうやっと、じゃあそれぞれ具体的に深成岩には何があるの、火山岩には何があるの、堆積岩は何があるのって話になっていくわけですけど、その深成岩と火山岩については、6つの岩石を覚える必要があるわけですよ。6つの岩石をね。で、ただね、単純に丸暗記するのもちょっと難しいとかそういうことで、覚え方といろいろとね、あるんですけども、あなたがやってるのは一番基本のやつですかね。え、この深成岩、火山岩についてさ、深成岩はこんな岩石があって、火山岩にこんな岩石があるっていう、それさ、覚え方のやつで、だからそれ、言ってみなよ。新幹線借りそう、新幹線は刈り上げと。じゃあ、それはね、今あなたが言った、その呪文ですね。ちょっとここに呪文書きましょうか。新幹線は刈り上げ。っていうね、なんか呪文。これをちょっと確認していきますが、まず、新幹線の新ってのは何を意味してます申か？請を。そう、新世界意味してますよね。そう、新世界。で、新幹線はの火ってこれ何意味してますか？そう、花崗岩です。つまりそれぞれと書いていくと、これは新成岩をイメージして、火はこれはこうね、こう花崗岩です。で、線は、線は、これは線緑岩です。で、歯は、歯で始まるやつ。答えは、ハンレイガン。ハンレイガンね。そう。で、次、新幹線は、新成岩には花崗岩と線緑岩とハンレイがありますよときて、次の刈り上げの花、これ何にしてる？そう、違う。そう、火山岩。これは火山岩を意味してますね。そうそう、これ意味してる。じゃあ、ディはこれは何意味してますか？そう、これは流紋岩。アは、安山そう、安山岩。ゲは、玄武岩そう、玄武岩。というのが、新幹線は刈り上げの呪文の意味ですよね。なので、それをこの順番通り書いてみます。新成岩は、これは、花崗岩があって、それから、線緑岩があって、ここに、反例岩がある。ちょっとスペースがきつい。ギリギリだけど、まあいいや、反例岩。はい。で、火山岩には流紋岩、安山岩、玄武岩があるから、ここに流紋岩、安山岩、そして最後が玄武岩。これね、順番にとても意味があるんですよ。順番に。なんでこの順番で、新成岩は花崗線緑斑で、火山岩は流紋安山玄武というと、実はこれね、実はね、それぞれの岩石の何？色だけじゃなくて、色や特徴を表してるんです。まず、花崗岩、流紋岩のこちら側の、特徴として、そう、色が白っぽいです。これが色が白っぽい。逆に斑泥岩、玄武岩の特徴、これは色が、まあ、黒っぽい。そうそう、こうなってるんですね。でね、ここまで今、ちょっと、この、色についてやりましたけれども、この時、
まあ、ちょっとね、少しね、レベルが高いとすると難しい話をするんだけど、なんでこう色に違いがあるかというとですね、含まれている、その中に含まれている、岩の中にあるその成分ってやつですね。その成分が、こっちに行くほどほにゃららが多くて、こっちに行くほどほにゃらら少ないって感じだったんですよ。で、その成分として、とりあえず言われてるのが、その二酸化ケイ素ってやつなんですけどね。ちょっと難しいやつだけど、二酸化ケイ素。うん。この二酸化ケイ素が、こっちの方が多いんですよ。こっちの方が。で、こっちの方が少ないんですよ。二酸化ケイ素によってこう白っぽい感じなので、それが多いほどこっちの方で、すごい色が白っぽくなってます。で、二酸化ケイ素が多いほど、どんな特徴があると思いますか？こっちほどね、どんな特徴があるんでしょうか？ああ、そのマグマの時の話なんだけどね。マグマの時、こっちであるほど、どういう特徴があるかというと、まあ、一言で言うと、マグマが、粘っこいんです。そう、粘り気が多い。そう、強い、こっちが。逆に、こっちは、こう、サラサラなんです。マグマが。マグマがね、なんかサラサラっておかしい話だけど、まあドロドロ、もうドロドロドロボーって流れてる感じでね。で、こっちの方はゆっくりグドグドグドっていう感じですよね。いや実際そうなんですよ、見て。サラサラなんですよ。サラサラってことはどうなるかっていうと、ほら、マグマが噴火、ね、噴火して火山になるじゃないですか。火山が、ね、その時に、サラサラの時ってこう高くなる、それでも流れてく、流れてく、だからもうこういう感じでさ、こうね、こういう、こういう感じでさ、すぐに溶かされちゃう、こうなんかそのこう平べったいような、こういう、そう、火山の山なんです、こういう感じで。逆にこっちなかなかね、そう、流れませんから、そういうでしょ、こういう感じで、そう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 、こういう感じでなんかなるわけですよ。こういう感じ。これ火山の形ですね。そうだね。まあ要はドーム型の火山になり、こっちは平たい形の火山になる。ここまでよろしいですか。これが、ね、そのこう火成岩についての、まあ、代表的な分類ってやつです、ね。Alone, but I can be the one you need on now. The world is yours.